お嬢ギターやピアノ難しい、厳しそうだね。あ、多分ピアノはね、多分手の大きさ的に多分難しいと思う。届かないんじゃんかな。うん、だって確かメンバーとね、同じ身長だったか、手比べたけどね、大体同じ身長でもちっちゃいよな、ね、同じ身長のコートでもちょっとちっちゃい。要はね、言うなりにすごい手ちっちゃいの気にしてるんだけども気にしてる、気にしてる、気にしてる。あのね、不便で仕方がないもんだって。手が小さくてよかったなって思ったことが一度もない。小さくて困ることあるの？え、だからロケットとかね、こうやっぱりうまく握れないし、そもそも握力検査のあれ幅がうーみたいなまあ狭めてもらうけれど、まあやっぱこううまく力入らんとかあるよな。あるよ、うん。あ、そうそう、でかいゲーミングマウスとかだとめっちゃ困るかもしれん。うん、結構握力いくつ、いや、わからん。握力いくつなんだろう。いや、わかんない。測ってないから。計測器買う?10 ある？いや、10はあるよ。10はあるよ。うん。50？ え、50って、え、50ってリンゴ潰せる？え、50ってすごくない？え、50は結構すごくないか。50はゴリラ？え、50ってすごくない？ 50 はカナタン。え、待って、本当に？え、カナタン50あるの？握力？え、えごくない？え、なんかあのカナタンと手つないだらパーンっていきそうだけど大丈夫かな？あ、そうなんだ。ちょっと落ちたらしいけど、いや、もう強者の言葉ないよ、もう。ちょっと落ちたけどねっつって、握力50、もうつわもののくせに踏んだよ、もうそれもうそれはもうレベチの発言ないよね、もうちょっと50から握力落ちちゃったけどねいや、違う、もう違うよ、それはレベルが違うよ。調子出ねえな。いや、草なんだ。基準が高いな。そうなんだ。いや、50ってすごいな。まあ、でも、そんなになんかめちゃくちゃ力が弱いわけでもないけど、多分。でも、めっちゃ力があるとまででもない。普通。うん、普通かな。30ありそう。30はないな。わからん。わからん。どうする？よもさ、え、20ぐらいかなとか言って、今測ったら、あ、50あったとか言ったらめっちゃ面白いけどね。まあ、そんなには多分ないと思うけど。